11日発売。ドリームプロジェクト、ドラゴンボールの鳥山明、ドラゴンクエストの堀井雄二、ファイナルファンタジーの坂口裕之、クロノトリガー、予約キャンペーン実施中。13年の時を経て、今再び時は動き出す。任天堂 DS クロノトリガー。13年の時を経て、今再び時は動き出す。任天堂 DS クロノトリガー。